先生カエルが鳴いてますけども、はい、そこら辺が川は川っぺりなんですが、はい、やはりこういうところっていうのも、いろんなそういう例が集まりやすい場所の一つなんでしょうか。はい、川とか池とか、はい、沼とかって、水が溜まるところって、はい、あの霊体が集まりやすいので、特に川は、はい、あの昔から火事とか震災とかあった時も水を求めて、うん、あの川に飛び込んだりとか、っていうこともあるぐらいで、はい、あと自殺する方とか、はあ、そういう方がどうしても上から流れてきたりとか、そこの場所で自殺されて流れていくという形で、あの結構亡くなる時に水を求める霊体とか結構多いですよね、亡くなった後も。そうですか、はい、ちょっと行ってみましょうか、はい、やっぱり川に近づいた方がよろしいんですか。そうですね、その方が、はい、ここも結構いますね、はい、あ、もう感じていらっしゃるんですね、はい、どういった類のものを感じていらっしゃるんですか。ここでは、はい、私が見えるのは、ええ、不良の事故とあと事故、うん、自殺、はい、入水自殺ですか、じゃなくて自殺した人がここの川を、はい、魂がここの川をたどりながらうろうろしてる、はい、だからここの場所で自殺したわけではなくても、あ、水があるところをさまよっているので、あと、普通に亡くなった方、はい、だからこっちに神社があるので、鳥居があるので、ありますね、それプラス、うん、お墓の隣ですよね。ああ、本当だ、こっちお墓だ。そう、だから霊体がこの世と、はい、あの世の境がこの川になってるみたいです。ああ、そういう位置づけなんですか、はい、だから全部川に向かって、あ、確かにそうですね、鳥居もそうですね、お墓もそうだ。やっぱり神社とかである程度封印はされてるみたいなので、はい、大きい形では出てこないと思いますね。こんばんは。あ、びっくりした。お伺いしたいんですけど、今ちょっと YouTube の撮影してて、で、あのこの川でいろんなあの霊が見えるとか、そういった話って聞いたことないですか。ここら辺は地元ですけど、ええ、聞いたことない。今でもこの橋でよく釣りしてるんですけど、ええ、なんかまあ人がいるような感じとかそういうのはよくあります。人がいるような感じ、はい、枝を踏んでる音とか、あ、パキパキと気配、気配みたいな、うん、決まって大体こっちの方から、そう、この辺が、この辺です。この隣が神社みたいなので、え、こっち神社があるんですか。ちっちゃいなんか鳥みたいな、向こうにも鳥がありますもんね。そうなんですよ。こっちにもあるんですか。すぐそこにあります。見てみますか、ありがとうございます、すいません。あの方たちがこっちからなんか足がこう踏みしめる音が聞こえるっておっしゃってました、さっき私あそこ通ってきた時に、はい、チャイルドシーターって銀座に行ってたじゃないですか、こっち側の波動がすごいんですよ。あ、そうなんですか、はい、これ家何ですかね。何なんだろう。先生こっちに鳥があるんですよ、はい、その隣は民家ですけど、はい、ここに鳥居が、大丈夫ですか、入っても大丈夫なもんですか。やめた方がいいかな、やめた方がいい、個人の持ち物だと思うので。あ、ここの鳥居はそんなに気にしなくて、昔からあるものなので、あ、それよりもやっぱりこっちです、ね、こっちこのお家の方が、素人の俺からするとこっちがなんか不気味な感じするけど、先生はこっち行きました。こっちの方、うん、入っていいかな、うん、いいですね、とてもいいですね、ここってもう住んでないで、住んでらっしゃらないっぽいですね、うん、
先生さっきおっしゃったのここですよね。そう、この辺です。このエリアですね。はい。もうこう何気ない場所でもそうです、そういうのが集まりやすくなったりするんでしょうか。そうです。これだけ木が、はい、普通の民家にこれだけの木が、そうですよね。そうですよね、うん、ましてちゃんとしたお家の作りなので、はい、うん、あまり場所的にはいいところではないです。これではない、はい、うん、なのでいろんな音がしても不思議はないです。はい、こういうことですね。もう一箇所、うん、はい、もう一箇所、はい、先生何か感じますか。うん、なんか変な感じがするんですよね、うん、ここ道だ。道。向こうが川ですね。そっちの方で、そっちの方の木で首を吊られた人がいたっていう話ですよ。頭が痛くなってきましたから、こっちちょっと特殊ですね。特殊ですか。はい。こっちの先は川ですね。はい。空き地？空き地ですね。すごい広いですね。変な匂いがしません？うん、しますね。ずっとね、うん、ゴミの焼却所があっちにあるから、はい、かなと思ったんですけど、カビ臭いような。そう、なんかね、死んだ人の匂いがする。死んだ人の匂いですか？うん、刺繍。え？だからなんかカビが生えてるような、うん、カビ臭い匂いがします。腐ってきてるような刺繍。死んだ人がいるな。私そこの木になってるんですよね。この木、その木で、首つったかな。はい、どうもそこから亡くなった方の波動が出てる。ああ、生きてる。だからきっとさっき、はい、そっち降りて、そっちからが嫌な感じがするって、先生おっしゃってましたよね。出たところだから、きっと亡くなる時に、はい、そっちを回って歩いてそこを歩いてくるって。なんだろう、相当なんか納得して亡くなってる感じじゃなくて、はい、うん、すごく腹が立ってる状況が見えるので。あ、突発的にですか。突発的じゃなくて、もうなんか全部嫌になっちゃったんですよね。だからその時にが来たらとは思ってたみたいですけど。あ、でもちょっと普通の精神状態じゃないですか。すごい嫌な気が流れて、
今話してたのがすごい怒ってて、何しに来たってこうやってこうやって今心配であなたを納めに来ましたよって話をしたら、うん、お金と体ですごく悩んでたって、それで誰も助けてくれなかったって、だからこれ見えなしに死んでやったって言うんだから、悔しくって、でも死んだこと後悔してるみたい、だから本当は死にたくなかった、段取ってたわけじゃないんだけど、亡くなる日にすごく嫌なことがあって、それでもう誰にも言えないで、もう自分がいなくなればいいんだって思って、死を選んだ。無念だったでしょうね。無念だった。そう。でも誰かに気づいてもらって助けてもらいたかったっていうのが、それは言わないとわからないし、助けられないでしょっていう話をして、今やっと落ち着いて。でもそんな心情的なことまでわかるんですか、訴えてくるんですか。最初もう帰れの連発で、でもふざけてきてないって分かってくれて、でそれで少しずつ話をしてくれるようになって、なぜ亡くなったんですかって言ったら、死にたくなかったって、でもお金と体もうなんかどうしていいのか分からなかったって、でもこの悔しい気持ちは自分で処理できないから、よく考えるとは言ってますよ。だから考えて納得がいったら浄化、成仏してくれると思うので、少し時間が必要みたいな思いません？あの匂い消えませんですか？消えた。そういうことなんです。さっきのカビ臭い匂いがなくなった。一気にさっきずっとカビ臭かったんですけど、なくなりました。なくなってる。 それって怒りが消えてるんです。全然違う匂いが。なくなってこれだけの悔しさ持ってたんだっていうのを最初表してたんです。そう、受け付けないようにもう入ってくるなっていう形で、自分のことをちゃんと考えてくれる人がいたってことで気持ちが和らいだんです。なので一気に匂いが消えました。これも実体験の一つでしょ。本当にカビ臭かったね。すごかったんです、さっき。もうその辺から匂ってたんだけど全然匂わなくなったよ。そうなん、不思議ですね、これ、ある意味、来てよかったかもしれないですね。そうですね。で、遊び感覚で来てる方が誰もいなかったってことも良かったことで、良かったです、良かったです、ということです。当然その心霊スポットって、興味がないわけじゃないけど、先生と一緒にいることによってそこの霊が、静まって、くれるというような流れになっていけば、我々もそこを訪れた甲斐もあるので、もしそういう場所に行ってほしいという方がいらっしゃいましたら、概要欄まで、送ってください。お待ちしています。